はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、なんと、渓流のお魚、イワナの生態チェックに来てます。っていうのがね、毎年、誰にも言ってないんだけど、イワナの生態をチェックしよる場所があるんですよ。別にここで釣ることとかは一切しなくて、まあ一応魚をすくっているかどうかと、個体のチェックっていうのをやってるんですけど、でまあ遊びに来た時なんかは餌だけパッと入れてね入ってたりはするんですけど、去年は3匹いたんですよ。なんで今年も3匹釣れ、他の人がね釣ったりとか取ってなければいるはずなんで、ちょっとその辺確認してみたいと思います。歯がやっぱ鋭いね、こいつは。うわー、めっちゃ綺麗。4匹おった。ほれ。オッケーオッケー。いい感じで育ってよる。こいつら逃がしましょう、当然。ちょっとね、撮影だけさせてもらって。じゃ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 ん。ありがとうね。釣られるなよ。俺以外に。じゃあ、逃がしてあげます。はい、皆さんお疲れ様です。なんとかね、今日は4匹取ることができました。いやー、よかったよ。去年より増えとる。この調子でね、どんどん増えて、ここで繁殖したのがね、またどん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 下の方に降りてくれれば、すごいいい結果にはなると思うんでね。なんとか、ね、増やしたいかなと思うんで、このままここはちょっと誰にもわからないようにして、放置しときたいと思います。来年またね、一匹増えたら嬉しいんだけどね。まあ多分でも全部すくっとるわけじゃないけ、もうちょっと小さいやつなんかおるんじゃないかなと思うんだけどね。とりあえずでかいやつ20から25ぐらいのやつ、これが4匹すくえました。それではまた来年お会いしましょう。さよなら、さよなら。
さよなら。お疲れでーす。